ね、ね、え？姉ちゃん！早く行かないから。お、懐かしいね。もうすでに。おー、来て来て来た、仮面仮面。これがあれよね、今回の鍵になるんよね。おそらく。題名からして。わー、なんかめちゃくちゃ怪しげ。これ、あれか。お面いっぱい持っとったね。お面屋さんか？うわー。なんかめちゃくちゃ、なんて言うん？ビジュアルがめちゃくちゃ懐かしい感じ。めちゃくちゃ懐かしい感じ。いいね。いや、なんか多分これね、あれよね。あ、かわいい。ちっちゃいリンクかわいい。でも今思ったら、子供の頃にこのビジュアルめちゃくちゃ怖いと思うよね。いや、リンクは可愛いよ、普通に。あ、ゴロン族。あ、絶対後ろのあの仮面とか怖いって。あとなんかこの辺、でも女の人は別に微妙かな。短すぎんすか、あと。確実にパン、え？いや、横から見た感じあれ、パンツ履いてないけど。いや、女の人のキャラクターは別にまだいいんやけど、街中をうろつきよるおじさんたちの顔さ、結構怖くない？あ、かわいい。ちょっと気の抜ける妖精。あ、子供。めっちゃちっちゃいな。あそこに咲いとるピンクの花？ああいう感じのやつってさ、なんか敵出てきたことない？デクナッツかなんか。あれ結構怖かったんよね、当時。急激に現れるのが怖かったんよね、きっと。見た目っていうよりは。うわー、すごい。何これ、時計？いいね、なんか。あ。ほら、さっきの仮面つけとるよ。なんか体木じゃない？うわ。月や月。どうなん？これってさ、子供向け？めちゃホラーじゃない？まあね、ゼルダの伝説、大人人気も高いけど。ほい、ということで、今回からこのゼルダの伝説、ムジュラの仮面をやっていきたいと思います。うわー、すげーなー。ファイル1。あ、言うな、で行こう。いや、なんか、めちゃくちゃ滑らかに動くな。すごい通り過ぎていくんやけど。待って。はい。あ、言うなで。いきます。体力3しかないんか。やばいね。あっという間にやられそう。ハイラルに伝わる大きな伝説。そこに一人の少年が登場する。巨悪と戦い、ハイラルを救った後、彼は伝説から姿を消した。時を超えた戦いを終え、彼は人知れず旅に出た。冒険の終わりで別れた。ん？かけがえのない友を探す旅に。続いとんか、文章。ちょ、なに変なとこで区切っとるけんよくわからんくなりよってん。一遍に出してほしいな。そして自分でボタンで送らせてほしい。エポナかわいい。エポナの歌とかあったよね、オカリナで。エポナ呼ぶときの音楽。かわいい。もう片方なんかちょっと、悪いやつじゃないんかな。色的にはなんか光と悪って感じやったけど。光と悪、光と闇って感じやったけど。どこだい、この森は。めちゃくちゃ怖いやん。こんなところを子供が一人で。何？え？両方とも悪いやつですか？何何何？なんか落とされたんですけど。あ、仮面。あ、体が現れた。
嫌な笑い声だな。ひひ、お前たちよくやったな。あ、うまくやったな。何かいいもの持ってそうか？あれ、こいつ。まあいいか。何？何なの？なんか近寄ってきた。盗賊ですか？あ、オカリナが。え、オカリナ持っていかれる？綺麗なオカリナ。ねえ、スタルキッド、僕にも触らせて。これはあの妖精が喋りよんか。あんたはダメよ、トレイル。落として怪我でもしたらどうするの？危ないから触っちゃダメ。だけど姉ちゃん、僕も触りたい。兄弟なんや。ちょっと笑い声が気持ち悪いぞ。この子は、デクナッツたちの一族ってことかな？体器よね、あれ。隠すな、隠すなは。バレとるやろ。バレてないの。え、なに？エポナまで連れてかれる？やめてよ。死んでるってそれ。え、リンク死んでるってそれ。現代でもたまに聞くやん。あの、車で引きずられてみたいな。え、てか最初からこういうシーンから始まる感じ？ああ、連れ去られた。エポナもエポナよ、振り落としてよ。何これ。あ、動ける。ここから動ける。うわ、めっちゃ懐かしい。やばい。しかしスイッチのコントローラーでの操作の仕方がわからん。これが剣。これはしまった。え、あれ、XY は何も動かんのか。で、B が切る。A でしまう。え、あとは？スティック？え、何？スティック？え、わからん。うわ、操作の仕方が全くわからんな。やべえな。十字キー？わからん。ダッシュとかはないんか。R ボタンで盾を構える。L ボタンは使わんのか。え、むずくね？むずくね？操作方法がわからんぞ。え、ジャンプは？あ、これで、あ、ん？ A でジャンプしていける。でも止まった状態ではジャンプはできんのやな。ややこしい。やっぱさ、64のゲームをスイッチでやるってね、まずコントローラーがよね。64のコントローラーってなんか後ろにさ、Z ボタンみたいなのあったやん。ああいうのとかも、何これ。タイムマシンに乗った時みたいな、ドラえもんが。なんか時計の柄みたいないっぱい周りにあることね、あれ。うわ、不気味な空間。あ、あの子や。なんか空中に浮いてる。なんだあのバカ馬は。全然言うことを聞かないな。え、エポナどこ行ったん？あんなの乗ってても仕方がないから捨てといてやったよ。ひひ。なんだその顔は。せっかく遊んでやろうと思ったのに。今のオイラに勝てると思っているのか、間抜けなやつめ。え、気持ち悪い気持ち悪い動きが。絶対こんなん子供の時にやっとったらトラウマになっとった気がする。いや、私小さい頃にめちゃくちゃムジラの仮面やりたくって、でも結局できんかったんやけど、やらんくてよかったかもね。私時のオカリナはやっとったんや、64の。確かこのムジラの仮面って時のオカリナの続編やったはずなんよね。あ、リンクが。うわー、リンクが。可愛いけど。個人的にはなんかめちゃくちゃ可愛いんやけど。ひひ、なかなかユニークな姿だ。お前はずーっとその姿でここにいろ。ここにはいたくないかな。うわ、痛い痛い痛い。うわ、嫌なやつ。
ブー、唾飛ばされたよ妖精に。ね、ね、え、姉ちゃん、早く行かないから、置いていかれとるやん。あ、待ってよスタルキッド、私がまだいるのに。トレイル行っちゃダメよ、間抜けか。ちょっと、あんたの相手してたら弟とはぐれちゃったじゃないの。どうしてくれるのよ。知らんがな。何よその顔は。私の顔なんかついてる？あんまりじろじろ見ないでよ。ねえ、それよりあの扉、どうにかして開けなさいよ。か弱い女の子が頼んでるのよ。早くしてよ。はぁ、ドレイル。あの子一人で大丈夫かしら。てかこれさ、時のオカリナではさ、なんかこう同じような妖精で、ナビーっていう子がおったはずなんやけど、あの子はいないの？てかさっきからトレイルの名前は出てくるんやけど、この子の名前出てこんのよな。ナビーとかじゃないよね。いいね。なんかすごい間抜けな感じ。え、これあれか、左右は向けんの。なんかその辺あれやね、昔のゲームって感じ。ねえ、回転できる。かわいい。え、他、で？何これ、何やってんの？あ、なんかあれか。これも盾？盾というか、殻にこもるみたいな感じ。これ十字キーも何も効かんし。これ何なんやろ？これ注目しとるやつかな？いや違うな。ちょっとアップになっただけか？マジでわからん。操作の仕方が。え、開く。開けるやんけ、普通に。まあ、妖精は手がないけん開くことはできんかったんかな？待ってよ、置いてかないでよ。ねえ、さっきのことは謝るからさ、一緒に連れてって。え、ってか全然弟待ってくれてないやん。あんただってさっき逃げたスタルキッドのこと知りたいでしょ？私、あいつの行きそうな場所に心当たりがあるわ。私を連れて行った方が何かと役に立つわよ。だからお願い。ね、ね、いいでしょ？まあ、連れて行くしかよね。はい、決まり。じゃあとりあえずスタルキッドを捕まえるまで、あんたの相棒になってあげるわ。私、チャット、よろしくね。ナビではなかったな。そうと決まったら、ぐずぐずしないで、急いでここから出るのよ。もし何か分かったことがあったら、これがさ、私、これ、十字キーなんかなと思ったけど違ったよね。これ、64の C ボタンやろ？で、教えてあげるから、それまで一人で頑張んなさい。これ、スタートボタンであれかな？待って。あ、スタートボタンで、あー、うわ、めちゃくちゃ懐かしい。やっぱ今回も歌とか集めるんやね。へー。うわぁ、懐かしすぎる。メニュー画面が開くんか。ちょっと待って。違うな。操作ガイド。ね、操作ガイド一回見るね。何？おててカーソル。オンラインプレイ時のみやった。あ、え？え？え、違うんよ。私、違うんすよ。本体で操作してないんだよ。私、本体で操作してないんすよね。普通に、コントローラーはどうやってやるんすか？一緒？一緒じゃないよね。わからん。Z トリガーが ZL。一緒なんかな？で、C ボタン。ZR と、ZR プラス、何あれ？違うんだ。あー、ジョイコン操作じゃないんすよ、私。待って、ZR プラスの、これか？いや、わからん。もうやっていくうちになんとかできるかな。なに？チャットがついたよ、チャットが。もう、呼んだらすぐに、上ボタンを押す。あ、一応今のが ZR と X でいけたな。ふんふん。そうそう、あんた、まだデクナツの体に慣れてないでしょ。いい？よく聞くのよ。デクナツならこのデクバナの上で A を押せば潜ることができるのよ。そしてしばらくしてから A を離せば大きくジャンプ。飛んでる時に A で落ちる。わかった？はい。なぜ EA が先に来るんだ？本当にわかったの？それともう一つ、地上にいる時に A を押せば回転アタックができるのよ。しっかりやんなさい。OK です。え、これ、動くんじゃなくってさ、マジその場で切り替えて、その場でさ、
ええ、この方向じゃないといけん感じ？潜るってならんといかんのか。え、いや待って、え、ジャンプ全然できんくない？ちょっと待って、あ、すごい、かわいい。待って、あっち側に行きたいんだ私。操作しづら、めっちゃ後ろ向きなんやけどえ、合ってるのか？それは合ってるのか？てか進行方向を向きたいんですけど私。え、あれ敵かな？はあ、あれなんか宝箱っぽいのあることない？あれあれ、上上、違う違う、怖っ。え、あれ上向きにもいける？ちょっと、え、タイミングむず。え、これ、あ、いけるわ。やったー。中身は？デクの実を手に入れた。飛んでいる最中に B でデクの実爆弾になるぞ。ピカッと光って目くらまし、敵の動きを止められる。飛んでいる最中に？え、どういうこと？え、わからん。全くわからん。は、違う違う、飛んでない、飛んでない、今の。え、一旦あっちに戻らんといかんのかな？こっち？待って、こっちっていうか、こっちまで戻って、あー！え、落ちた。あれ？ハート減ってない？でも点滅しよるね。いいんかな？これ、あれよね。あの、最初のさ、あの、ムービーの時にチラッと映っとった、ハートのかけらみたいな。あれはかけらではなかったか。なんかあれを集めてハートを増やしていかんといかんのよね。うわ、危ねえ。で、これどっち方向？見えないんですけど、ちょっと上を向かせていただきたいです。え、どこ？え、行く場所なくない？待って、わかんないんですけど、場所が。あっちか、あそこかな。え、マジでさ、画面超見づらい。ここか？あ、ここっぽいね。ああ動きすぎた。え、ハート減らんやん。どういうこと？危ねえ。で、下手にジャンプしたらあれなんよね。ちょっと、あんた、Z を押して私に話しかけてよ。Z。ZL やったっけ？さっきの説明。これか？あ、話せる話せる。で、これ、え、どれ？違う。こうか。やりづら。注目して話しかけるの、ZL、ZR の X？ うわ、むず。めっちゃやりづらいんやけど。そうそう、やればできるじゃん。絶対忘れる操作方法。私がこうやって人や物に飛んでいくから、Z を押しなさいよ。そしたらこっちに注目できるから。ZL で注目か。遠くの人とも Z 注目を使えば話せるし、注目する相手がいなくても前を向けるんだからね。そうそう、これ使ったらね、あのなんか、めっちゃ高い位置におる人とかとも話せるんよね、普通に。その場所まで行かなくても。それより、私が言いたいのはそんなことじゃなくって、あ、前向けるんか。なるほど。ちょっとこの木、近くに来てチェックしてみてよ。待って、行くね。は。それは、生き物ではないの。これね。チェック。さっきから思ってたんだけど、あんたのその姿、これに似てない？なんか今にも泣きそうな陰気な顔してるわよね。まあどうでもいいけど。それだけですか？それだけなんですか？あ、前向けた。なるほど、なるほど。うわ、ちょっと、気持ち悪くなりそうな感じの画角。回転しないでくれ。あ、しまった。戻ることはできないんすね。こっちとか別に行けんのかな。まあ、行けそうなところをささっと行きますか。え、なんか今、いかにもなんか関係ありそうな、あの中央で動きよる水車？あれは何も関係ないんすか。なんか、ここか？大変な目に遭いましたね。あ、お面屋さんやない？これあれやない？幸せのお面屋やない？え、おったよね？時のオカリナでも。私は幸せのお面屋。
古今東西幸せのお面を求める行商人。旅の途中、森で奇妙な公認大切な仮面を盗まれ途方に暮れていたところ、なんか昔ね、時のオカリナしよる時もこいつめっちゃ不気味やなって思いよったんやけどあなたを見つけまして失礼と思いながらもずっと後をつけさせてもらいました。え、どうやって私がデクナッツの格好で飛び寄ったところ飛んできたん？身体能力半端なくね。え、人間ですよね。実は私、あなたを元の姿に戻す方法を知っているのです。あなたが盗まれた大切なもの、それさえあれば元の姿に戻してあげますよ。オカリナ？その代わり、ついでにあの高2から私の大切な仮面を取り返してもらえませんか？うんうん。なーに、簡単なことじゃないですか。高 2？ あれ鬼なんや。あなたにとって決して悪い話ではないはず。ね、途中で捨てられたっていうエポナはどこに行ったん？オカリナがあったらまたどこからでも現れる？エポナの歌で。ただ、あいにく私も忙しい身でして、あと3日でここを去らねばならないのです。3日？期限付き？できればそれまでに取り返していただけるとありがたいのですが。大丈夫。あなたはお若いのに大層勇気のあるお方だ。きっとすぐに見つかりますよ。お若いどころじゃないよね。子供よね。では、よろしく。